組んだ夫婦、はいはい、僕3年間ずっと片思いしてきたんで、で、まあ、3年空いて6年間の役作りがもうバッチリできて、でやっと夫婦になれて、いや問題だったらもう一回恋愛もやってほしかったね。そうですね、恋に落ちてそれから夫婦やってほしかった。そうですね、僕ずっと片思いだったんで。よかったね、夫婦になれてね。そうなんですよ、なんかね、上り詰めましたね、そのポジション。今回の映画がじゃあ2回目なんですね。もうお互いがお互い何か考えてるかなんとなく分かります。大体ずっとあのね、本当に島さんって一定安定してるんですよ。そうですね、現場でイライラすることもないし、あんま波ないの。波がそれはやりやすいのかな、女優さん相手として。やりやすいような、やりにくいような。ほら